たったの200ドル、およそ160ポンドです。でも作業が大変になります。プロペラシャフトを下ろして古いベアリングを外し取り替えなければなりません。結局同じ問題は付きまとうわけでしょうが、このアフターマーケット品で次のオーナーの将来を保証することができます。